いやー、やっと2人きりになれたね。この栄養バッグにね、出張さん、シチュエーションバッチリ。いやいや、もうすごかったですね、さっきのは。いや、最高のトークですよ。出張さんね、年下大人がみんな前のめりだってね、こうやってクラーってこうやってやってるのがちょっと面白かったです。そうですね、はい。日頃の本番でも喋らへんぐらいのことを生でもうだ流し忘れてはったでしょ。生放送ってこと忘れてはったでしょ。そうなんですよ。やっぱりあの話し方ってやっぱりね、舞台に上がるとね、あの放送っていうこと忘れてしまうんですもん。で、あの、まあ、春長さんの言うて、まあ、古典的な名作と言ってもいいんだけど、滑車っていうタイトルのね、滑車っていうタイトルの SM トークをしてたんですけど、それに対するみんなの食いつき方がもう生肉に群がるピラニアみたいなのだったもんね。そうです。いや、もうあの子の果てはあの来てらっしゃるリスナーの方に対して S か M か手を挙げてもらうっていう前代未聞の質問がありましたからね。ところが 90% お客さんは M だった。そう、びっくりしました。あれはびっくりしましたね。もう M が多いね。もういじってもらいたいっていうね、そうそうそう、方が多い。 でも M ってよくなんかメモリー、なんかその幼児性の思い出っていうのが残ってるっていう、そういう M らしくて、S はサービスの S だ。だからエミちゃんもあの M が多いから、メモリーしてる人が多いから、それに対してサービスするという気でやっていただくといいんじゃないですかね。そういうことで、これからもいろんなステージがあって面白いので、また来てください。